漫画柔道部物語。ストーリーは主人公サンゴ十五の高校入学から始まる。サンゴは先輩から女の子にモテると誘われ柔道部に入部。しかし騙された。待っていたのは厳しい練習、おまけに全員坊主頭に。まずは黒帯だ。それでもサンゴはオリンピック候補だった顧問の指導で次第に実力をつけていく。今だ、おりゃ一本これまで。得意技は背負い投げ。これを武器にやがて日本一を目指す。よーし。漫画の世界だけど、この柔道物語っていうのはそれ分かった上でもやっぱりなんかね、自分に夢を与えてくれたんですよね。もっと自分もだから背負い投げ上手くなりたい。この背負い投げを使って高校日本一になって、大学日本一になって、将来オリンピックに行って、そういう風に思わせてくれたからね。サンゴの成長物語は野村自身の柔道人生と重なるものがあった。祖父は道場を構え、父は強豪高校の監督という柔道一家。そんな環境で3歳で柔道を始めた。当然みるみる頭角をと思いきや、体が小さい少年野村は全く勝てない弱い選手だった。初心者で弱いサンゴはまさに自分そのもの。たちまち漫画に夢中になった。そこが一番ですよ。出発点が弱かった。これお互い共通してね、自分もやっぱり中学校時代っていうのも丸刈りでね、坊主で、で弱くて